いつもご視聴ありがとうございます。横浜ズーチャンネルです。最新の映像を公開しています。日差しも強く気温上昇、展示場には日よけのタープが張られています。周回しているのはいっちゃん。日光からのダメージを守ってくれる重要アイテムですね。本日の主なイベントが全て終了している時間帯です。いっちゃん、それでも活動的で集会に余念がないです。この位置は直射日光が当たります。少し気にしているのかしら。やはり上を気にします。眩しいかしら。この時点から日陰になります。周回しっぱなしなので喉が渇きます。補充です。この周辺は日陰です。過ごしやすい、休憩しやすいエリアですね。各扉は入念にチェックします。眩しいのにここまで来るんです。いっちゃん、この時間おもちゃで遊ぶことはありません。周回で動きっぱなしだし、体もほてったからでしょう。閉園まで残り時間30分を切ったあたりで入水です。ほんの1分程度の水浴びでした。水から上がった後も集会は続きます。いっちゃん元気。今度はお腹が空いたよね。閉園後はいっぱい食べようね。もうすぐ。
間も迫りました。本日はこの辺でお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。